皆さん、こんばんは、マーティン、ダーの脈ボーイ、キングタクです。今日は私が選ぶプロ野球名監督12球団と、プラス近鉄の名監督。まず、読売ジャイアンツは原監督です、名監督。やっぱり優勝もしたし、日本一も、2009年、2012年、すごい。やはり、選手の育成がすごかった。守り勝つ、攻め勝つより、こう、花を咲かせるような野球。すごい大したもんですね。2002年の松井選手の時もすごかったです、優勝。他にも候補あって、藤田元治さんや長嶋茂雄さん、王貞治さん、あとは川上哲也さん、V9 時代の監督でございます。はい。中日ドラゴンズはやっぱり落合博光監督でしょう、落合。やはり名将と言っていいです。すごい監督です。候補当初の星野監督。まあ、高木森道監督は仙台です。残念ながら。はい。阪神はまあ、岡田彰布監督ですね。やはり JFK を支えてはおり、打撃も支えており、投手陣の改善がいい岡田彰布さん。まあ、まあ、候補に入ってたのが、星野監督も候補に入っておったし、吉田義雄監督も候補に入ってました、実は。はい。だけど、岡田彰布さん、私だったら、はい。横浜 DeNA の監督は、近藤監督、放任野球でおなじみの近藤監督。ラミレスさん、候補に入れたんですけども、ねえ、惜しかったね。やはり近藤さんですね。マシンガン打線の元祖、うん。広島はやっぱり、緒方光一監督ですね、緒方光一。広島の3連覇に導いた監督でございます。はい。ヤクルトスワローズは、まあ、そうですね。まあ、優勝に導いた若松監督ですね。私だったら若松さん。はい。古田敦也、当時兼任監督もあったね、当時は。はい。あとはまあ、真中はないな。小川監督もあったね、小川監督。まあ次、ソフトバンクの監督は、やっぱり工藤公康監督、王貞治さん、秋山浩二さんもいいけど、やはり工藤公康さん、優勝を受け継いだ監督です。はい。ロッテはまあ、ホビー・バレンタイン監督、ま、やっぱりホビーマジックすごいです。YFK だけなく、打撃、日替わり打線採用がすごかった。日本ハムは栗山英樹監督、若手の育成がすごかったおかげで優勝。あとは、オリックスは大木明監督。ただ、優勝が遠ざかっているので、この人しかいませんでした、私は。はい。楽天は星野誠一監督。やっぱり、田中将大さんの活躍がすごかった。野村さんより星野誠一さん。はい。あとは、まあ、西武ライオンズは、まあ、渡辺久信監督かな、私だったら。他にも候補もいたけどもね、迷いはなかった。そして、近鉄の監督は、やっぱり、梨田正孝監督。伊手前打線、やっぱり2001年の優勝がすごかった。だから、梨田監督にしたんです、私。はい。というわけで、私が選ぶ12球団の名監督でした。バイバイ。